こんにちは、さおりです。今日は私が学んでいるオンラインスクールで得た知識をアウトプットしてみます。規則正しい生活習慣で心に強固な容器を作り幸せになるということです。私たちが幸せになるためには自分自身のことを受け入れて認めて愛してあげることが必要となります。自分のことが嫌いだとハッピーにはなれないですよね。そのためにはありのままの自分、自分の感情、嫌な自分でさえそのまま受け入れてあげることが大切です。ちょっと想像してみてください。もし自分の心がマクドナルドのドリンクカップの中に入っているとしたら、あれは紙でできているので薄くて柔らかいし、蓋も簡単に開きますよね。もし力を入れて持つとカップが壊れて中身がブシャって出てきますよね。空手チョップでもしようものなら簡単に潰すことができます。もしあなたの心がマクドナルドの紙コップでできていたら、感情がいつでも容赦なく漏れたり、溢れ出てくるはずです。怒りの気分が出るとすぐ怒りまくり、悲しくなるとところ構わず泣きわめき、落ち込んだ気分になると周りの迷惑を顧みずにどんより沈み、嬉しいことがあると周りに傷ついている人がいるとしても構わず喜びまくるなんて風にね。私も実はこんな感じなんですけどね。でも感情を感じたそのままに表現するのははっきり言うと幼稚なのです。子供が感じたままに振る舞うのは可愛くていいですが、いい年をした大人が周りの迷惑を考えずに感情をむき出しに表現するのは、大人として成熟していないことを周りに示しているのと同じことです。みっともないですよね。では、もしあなたの心がスクリュートップのジャムの瓶の中に入っていたらどうでしょう。蓋を回して開ける瓶のことです。あれは分厚いガラスでできているので、簡単には割れないし、ひびも入らないし、ある程度の高さからなら落としても割れません。蓋もぎゅっと閉めることができますよね。蓋を開けるときも少しずつ開けることができるので、感情もちょっとずつコントロールしながら出すことができます。空手チョップをしても、多分手を痛めるだけで瓶は壊れることはないでしょう。つまり私たちの感情はジャムの瓶のようなしっかりした容器に入れておくことが大切なのです。感情を感じたままに表現するのではなく、時と場合を見計らって必要な分だけ表現することです。それができると成熟した大人であると言えます。では、どうやって心の容器を頑丈なものにすることができるのでしょうか。それは、生活にルーティーンを取り入れるということになります。毎日の生活にきちんとしたルーティーンを取り入れ、いい生活習慣を持つということです。想像してみてください。毎日だらだらした生活をしている人と、何年もきちっとした習慣で生活をしている修行僧と、どちらが心が強そうですか？折れない強靭な精神を持っているのはどちらでしょうか？ほぼ間違いなく修行僧の方が人間として成熟していて、感情のコントロールもできているはずですよね。これは日々のルーティーンで
生活の基盤を作ることが、心の外側にお城の壁を作るような働きがあるためです。正しい生活習慣をつけていると、周囲の状況により自分の心が影響されなくなるためです。心のジャムの瓶がどんどん分厚くなっていく感じです。習慣が人を作るのですね。まとめますと、毎日規則正しい生活を習慣にすると、心の容器を強固なものにしていき、自分で感情がコントロールできるようになり、心が平穏になり、幸せを感じるようになるということでした。規則正しい生活習慣を身につけるのは簡単ではないですけどね。でも、努力する価値のあることです。以上です。今回もご視聴くださりありがとうございました。ではまた。